過ぎたままさじゃないそうですということで、今回はですね、真夏の全国ツアー2023宮城公演座席発表はい、ということでね、こちらやっていきたいなと思います。まあ次ね、8月14日15日真夏の全国ツアー2023宮城公演行われると思うんですけども、僕はその2日目宮城公演の2日目15日に8月15日に、まあ、今年初のね真夏の全国ツアー現地参戦するということで、もう7月からね、真夏の全国ツアー始まってますけれども、もう本当にね羨ましくて、現地行ってる人たちがね羨ましすぎてっていう感じで、僕もようやくね現地行けるぞっていう感じで、まあ、その宮城公演の2日目の座席をね確認していきたいなと、チケットをねしっかりこちらババン発見してきましたので、今からねこのチケットの座席をね確認していきたいなと思います。まあぶっちゃけ神席引きますだってさ、今日皆さん何の日かご存知ですか？8月10日アスカちゃんの誕生日ですよ。ではね、もう当日にね8月10日の12時から昼の12時からチケット発券だったんで、今発券してきたばっかりなんですけど、8月10日アスカちゃんの誕生日で、僕はアスカちゃん推しじゃないですか。そんなんじゃ神席やんとそんなん神席やん。でしかもそこだけにとどまらずよ、僕今日ね親指負傷してますで親指負傷してるから、じゃあ神席やんと意味わかんない。まあでもね、何かを得るには何かを犠牲にせねばならないみたいなところありますから、まあ、僕は神席を得るために親指を犠牲にしたっていうね感じで、まあそうやってないとやってらんないからね僕は神席得るために親指を、自分の親指をね犠牲にしたっていう感じなんで、だからもう本当に神席を引く、神席当てる要素が揃っちゃってるわけよね。アスカちゃんの誕生日、アスカちゃんお知れね、アスカちゃんの誕生日当日っていうねチケット発券っていうところと、あとはしっかり親指負傷したっていうね犠牲を払いましたと、神席引くための犠牲も払いましたということで、まあ、だからほんと舞台は完璧なの、舞台は整ったって感じで、あとはもう神席をねというね、もう舞台整ってますから、その舞台に神席を引いて立てるかっていう、その舞台に立てるかっていうね、もうだからお膳立てをされてるわけですよね。あとごっつぁんゴール決めるだけね、あとほんとゴール決めるだけを目の前でっていう感じなんでね、もうほんと神席の要素が揃いまくってるということをちょっと見ていきたいと思うんですけども、まあ、宮城公園のね会場である積水ハイムスーパーアリーナの座席こんな感じとなっております。まあステージに関しては多分若干違ったりするのかなっていう、そのメインステージはありますけど、もちろんその花道の感じとか、ね、真ん中にステージあるのか後ろにステージあるのかとかは、まあ行ってみないと分かんないのかなっていう感じですけれども、まあ他はざっとこんな感じの座席になってるんじゃないかなと思います。まあアリーナ ABCD って前からね順番にあってでスタンドは ABCD 左下から ABCDFGHIJK っていうこう半時計回りになってるっていう感じで、でスタンドの列的にはだいたい20列ぐらいですかね、あるといった感じ。まあそれ場所によって違いますけど、だいたい20列とか21列とか列はありますよって、1列から20列ぐらいまでありますよという感じで、でまあ上席引きますから、僕は狙うはもちろんアリーナA ブロックでございますアリーナ A はやっぱね、もう勝ちだと思うんで、アリーナ A 引いたらね、アリーナ A だし、まあスタンドだったらやっぱりメインステージに近い側がいいですかね、僕は。だから HIJ とか QRS とか、まあ、その辺の、ね、前の方とか来ても激アツやなっていう感じでね、僕今まで多分最前1列目っていうのはあんまないんで、ちょっとここでねマジで来てほしいなということで、まあねグダグダ話しててもしょうがないんで、ちょっともう早速ね見ていきたいなと思います。じゃあまずは飛び出しましょう。セブンイレブンさん、いつもありがとうございます。セブンイレブンさんにも感謝を忘れない。神席来ますねこれね、いきます、せーの、はい、出しました。でしかも僕はモバイル1時で一番最初のね応募でモバイル1時で当選してるんで、ちょっと本当そこもねやっぱり期待っていう感じなんですけども、じゃあいいっすか、運命の座席確認見ていいですか、いきます、せーの、はい、どこだ、え、どこだ、あ、アリーナのアイブロック、アリーナのアイブロックがこの座席用にはないんだけどおい、アリーナのアイブロックないって、どこアイブロックって、でもアイブロックって多分前の方ではないよなまあ多分ね、まあでもちょっと待って、ちょっと調べてみますね、別の座席。あ、ありましたね、去年ですね。真夏の草2022の時の、この同じ会場、積水ハイムスーパーアリーナの座席をこんな感じ、みたいで、あ、でも、これで見たら、これとまあ、ね、一緒だった場合ね、まあ一緒じゃない可能性ももちろんあるけど、一緒だった場合、愛は、え?この真ん中のステージめっちゃ近くね?やば、待って、
めっちゃ近くない？真ん中のステージ。まあメインステージは若干ね真ん中ぐらいって感じだけど、だから ABCDEFGHI だから、で真ん中ぐらいか。でだから花道とかワンチャンその真ん中のステージがめっちゃ近い可能性もあるよね。あ、まあまあまあ、でもよくないっすか。これは普通に神席と言えるような席になる可能性はあるよな。レスめっちゃもらえる位置の可能性もありそうだし、普通にね、まあ積成ハイムスーパーアリーナ自体めっちゃ近いですから、いやこれは神席になりそうな予感する。まあ行ってみないとちょっとね分かんないって感じですけど、これはいいんじゃないか。結構ガチで、いやアリーナ来たよ。アリーナこのね2022去年のやつだと真ん中寄りなんですよね、アイブロックって。いいじゃんよ。いややっぱね、よかった。まあ神席かどうかはね行ってみて、ライブ終わってからじゃないと分かんないかもしんないけど、いやでもアリーナのアイブロック良くないですか。これはいいぞ多分ね。これはやっぱね良かったね。アスカちゃんの、もうアスカちゃんに感謝ですね。アスカちゃんの誕生日とかアスカちゃんパワーも多分ね出てくれてね、この席になったと思うしね、親指も負傷して良かったいやまあ分かんないけどね、まだこう紙席かどうか分かんないけど、かなりいい席引けたんじゃないかなと個人的には思います。ということで、いやより楽しみになってきたね。いやもう初だしさ、今年全通参戦、現地参戦マジで初だし、しかもこの席ってなったらちょっとマジでワクワクがねやばいんですけど、めっちゃ楽しみ、より楽しみに、ね、なってきたということで、僕はね今回アリーナのアイブロックで真夏の草津新宮城公園ライブね楽しんでいきたいなと思います。ということで今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひね皆さん宮城公園行く人だったりとか、チケットねもう発券、してきた人多いと思うので、皆さんの座席とかもねどこら辺だよっていうのを教えていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ての花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春がもう嫌いだ。